女性が悪い、男性が悪い、という論調は無意味だ、とは思う。ただそれが正義か？というと今のいささかヒステリックささえ感じる女帝の意向、それを前にして不安。アメリカ大統領選は、実はガンプラバトルで決まった。で病院どこに行ってんの？とか自分でも思う事態を。しかし自分も主張してきたし有用性も示してきた経緯が。その、害を貫かんとする女帝は果たして、そこにどんな正論を抱えてそこにある。現状のガンプラバトルの欠点は、最後はサイコロで決まる、ことだ。結果、そこには女性には我慢しえない、そんな、敵の女、が垣間見える。それに対して論じるのは愚かだと思うのは、あるいは男性らしさ、なのかも。対戦するコンピューターゲームで負けた、時、女性は納得しうるのか？しかし個人的にはデータがない。